いやこれはマジおすすめですよ。確かに弾力すごい、うん、切れへんよ箸じゃ言うとくけど。え、切りますえが抹茶ほうじ茶バニラから2つ選べるということで両方お茶にしました。なるほど、抹茶とほうじ茶、はい、意外と今日はスッと決まりましたね、うん、もうここ来てボーリングしたら絶対疲れるやんか、うん、甘いものが食べたくなるやろと思って、うん、ある程度あもう決めてたんですね。勝手に決めてましたと白玉とか生クリームとか、わ黒豆やね、黒豆が乗ってんのか、ね、すごい。いただきます。うん、疲れが癒されますよ、うん、ほうじ茶のアイスってさ食べたことある？え、全然ありますよ。え、ほんまに？あります、あります。また初めてですかタピオカに続いて食を知らない男そうなんです、意外と知らないですほうじ茶ラテとかは好きなんですけどね、うん、ほうじ茶アイスは食べたことなかったの。あ、まあ僕あれなんで、ね、京都に住んでたんでっていうのあるかもしれないですね。あ、ほうじ茶アイスうまい。うまいですよね、うん、ちょっとなんていうんだろう、苦味じゃなくて香ばしい感じかな、うんうんうん、ほうじ茶アイスめちゃくちゃ美味しいです。はい影から影からちょっと遠いこの距離でまいったくそ。はい、でこれがわらび餅です。こちらの名物なんかな。うん、いただきます。あ、これでかいな。確かに大きいですね大ぶりですね結構。これ軽い、これでかい。なんかボーリングで握力がないすごい弾力。へえー、何言ってるか分からない。うん、うん、ある程度分かりましたすごい弾力ですね、うん、あー、うまっ。これがうまい。これお持ち帰りできるらしい。あ、へえ、うん、それいいですね。お土産とかにもめっちゃいいと思います。うん、うん、確実に、もし方は前日の午前中までにご予約いただいたら、はい、その数量分ご用意できますんで、じゃあお電話で、はい、明日欲しいんだけどっていうことで。あ、そうですね、はい、なるほどですね、はい、
しましょう。おー、すごい。そうしましょう、はい、アイス、抹茶、バニラ、ごまかな、なんやろう、うん、黒ごまアイス、黒ごまっぽいですね。で、白玉で、シフォンケーキっぽいですね。ほんのり冷たくて、冷たい、甘すぎず美味しいですよ。うん、うわ、これはちょっとあれやな、何を食べようか迷って楽しいですね。まあ食べ方が下手くそか。じゃない。うん、ちょっといただきます。うわ、めっちゃごま。めっちゃごま。思ってた以上にごまでした。マジですか。うん、ということで、今日は町屋カフェ333にお邪魔しました。ごちそうさまでした。いろいろスイーツが美味しかったです。営業時間は朝9時から、はい、夜は何時までやるというか、18時閉店、はい、ラストオーダーが17時半まで。17時半まで、はい、定休日とかありますか。あの基本的にはもうあの年中無休で不定休となってます。ボーリング上で楽しん で、 でそれであのその流れで休憩しに来たんですけど、まあモーニングもあるということで普通に朝から来たりとか、あとランチとかもね結構充実してましたんで、普通にご飯食べに来るっていうのもすごくおすすめの場所だと思います。はい、ということで、この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録ですね、あと、よろしくお願いします。あとあのコメント欄もあのいろいろあの入れていただけると嬉しいです。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。